テニスのバックハンドは2種類の打ち方があり、片手バックハンドの特徴は振り抜きがしやすく、ボールにスピードが乗りやすいです。ただその代わり、高い弾道への対応がしにくく、安定感も落ちます。それに対して、両手バックハンドはどんなボールにも対応がしやすく、タイミングが取りやすいです。また、速いボールにも打ち負けず、基本的にデメリットはあまりありません。だいたい9割以上が両手バックハンドです。こんにちは、テニスソウルです。今回の動画では、片手バックハンドで数々の勝利を挙げるスタン・ワウリンカ選手の片手バックハンド解説をしていきます。これがワウリンカのバックハンドです。それでは見ていきましょう。解説1。フォアハンドとバックハンドのスピード差があまりなく、両方ともエースを取れるスピードが出ています。その大きな理由が下半身のためによるものです。具体的には、ワウリンカはバックハンドの際は、基本右足に体重を乗せたままスイングによる回転の体重移動でパワーショットを放っています。つまり、大きくステップインして打つのではなく、打ち始めからずっと右足に体重が乗って振り切っているということです。また、膝をしっかり曲げて、ラケットヘッドを膝くらいの高さに合わせて、下から上に大きくスイングすることで、強烈な回転を生み出しています。解説2。スイングの特徴は、クロスでもストレートでも胸を大きく開き、右肩をぐっと入れて背中を見せた状態でボールに入ります。その後、肩ぐらいの高さでラケットセットし、ラケットの重さを生かして J の文字を書くように大きく振り切っています。そうすることによって、他のプレイヤーよりも速いショットを実現しています。ラケットフェイスを固定したまま当てに行くのではなく、ラケットヘッドを相手に見せるかのように振り切っています。また、ヒッティングのタイミングは、ライジングショット気味か、もしくはバウンドが上がりきってすぐくらいのところでヒッティングをしているので、相手にしてみると相当速い印象があると思います。解説3。片手バックハンドの代表は、もちろんフェデラーだと思いますが、フェデラーのバックハンドはかなり自由度が高く、様々な球種に対して合わせたフォームで返球しています。それに対して、ワウリンカのバックハンドは、どんなボールに対しても同じスイング、同じスイングスピード、同じ回転でヒットしているのがわかります。それはそれでかなりの高等技術ですが、フォームを型にはめることで、ミスショットへの不確定要素を減らしていると言えます。解説4。フェデラーと比較するととてもわかりやすいですが、ワウリンカはドロップショットやセイバーのようなプレーは少なく、バックハンドは基本的にパワー主体の組み立てになっています。なので、相手のミスを誘うようなチェンジオブペースを仕掛けたり、ロブショットを使ったり、リズムを変えるようなショット、攻撃できるシーンであえてスライスを使うようなことはあまりありません。もちろんそれができないというわけではなく、ワウリンカはサーブからの組み立てをコースや時間を調整してポイントを取りに行くのではなく、スピード&パワー中心にしています。そして大きく強いスピンを生かしたオープンコートへのショートクロスで相手を崩し、ボレーやフォアハンドで決めるパターンがメインです。いかがでしたでしょうか？あのフェデラーでさえもテニスを始める人にバックハンドを教えるのであれば、両手バックハンドを勧めると言っていますが、それ以上に片手バックハンドには美しさとかっこよさが魅力的だと思います。
どっちが正解とかどっちが強いかは一概に言えないものですので、テニスをされる方はぜひ一度今回のポイントをイメージして試してみることをお勧めします。このチャンネルではテニス選手の生い立ち、プレースタイルなどを取り扱っております。これを見ているあなたがテニス好きでしたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。